こんばんは、お疲れさんです。実は私、明細やらせてもらってて、ほんで、ちょっと今年度が一応、聴覚障害の、そういうふうなあれでいうことで、まあ、講師の方、ね、定例があるときに来てもらって、まあ、講演会やったり、で、この前、ちょっと考え研修のときに、三重県の方へ、ちょっと、聴覚障害支援センターですかね、そこをちょっと施設見学させてもらって、それで耳が聞こえないということで、例えばブザーとファンなんでね、玄関に行ってピンポン鳴らしても聞こえにくいと、そういう場合に結局はバイブレーターにするなり、それとか今でしたら、まあ、一番簡単なやつはパトライトでね、するっていうのがね、一番いいんじゃないかと思って、で、私たちもちょっと見物とかなんで、で、経路見物とかさせてもらってるんですけども、それだってやっぱりどうしても耳が遠いんで、ここでお年寄りだと、で、あれ出てくるのはどうしてもね、動作が遅いんであれなんですけど、ちょっと待っても出てこれないと、ここで確かいてるはずやのになということで、それでまあそういう風でパッドライトなり、一番役立ったらそれなんで、それでそういう障害家の方でね、補助金とか取り付けるのにね、助成金とかそんなのがあるんだったらと思ってね、ちょっとお聞かせ願いたいなと思いまして。ありがとうございます。まず本当に長きにわたってですね、民生委員のご活動に従事してくださっておりまして、誠にありがとうございます。で、その上で今いただきました耳の聞こえづらい方への対応ということで、今障害福祉課というふうにおっしゃっていただいたんですけれども、大きく分けて、まあ、2つの考えがありまして、まず本当に身体障害として、まあ、手帳とかをお持ちの方の聴覚障害の場合と、まあ、少しやはり聞こえづらいけれども、まあ、障害者手帳までに至ってないけれども、まあ、少し耳が不自由な方と、で、その2つの対応があります。で、実際にはですね、手帳を持たれている方に対してはですね、市の方でそういうパトランプというんですかね、で、そういうものの対応というのは実際に今もさせていただいております。ただやはり一定、症状としては重い方対象になってですね、まあ、そこに至ってない方でもやはり聞こえづらくて悩まれている方もいるかと思います。で、今市場のあてでは、その実際に重度の、まあ、障害の方については障害福祉課に対応しているんですけれども、今後その高齢福祉課の方でですね、耳の聞こえづらい方にですね、やはりそれで外出するのがやはりこう出づらくなって、結局こう身体機能の低下につながっていくっていうようなことも言われてますので、やはり外出しやすくするようにという意味でも、やっぱりそういうパトランプであったりとか補聴器の支援ができないかというのは今議論をしているところです。で、新しくですね、令和6年度から市場のあて市はですね、これまで森口と門真と市場のあてと3市で介護保険事業を運営してたんですが、6年度から市場のあて市単独で実施することになります。で、本年度から来年度にかけて高齢者の皆さんにいろんな生活実態アンケートというのを取らせていただく予定にしています。そこでですね、耳の聞こえづらさのことであったり、どういうふうな対応が望ましいですかというアンケート調査を取らせていただくことを予定しておりまして、そのアンケート調査に基づいてですね、介護保険事業という枠組みの中でですね、令和6年度から本市にあった施策がどういうものがあるかというのを今考えさせていただこうと、今2つの、その対応の仕方で考えさせていただいている、そんな今状況でございます。ありがとうございます。いや金額的にね、安いようであれば、まあ、一応助成金があればね、まあ、家族の方にもね、ちょっとそういうのがありますよということでね、伝えれたらと思ってね、それちょっとお聞きしたかったです。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。そういう資料はどこへもらいたいんですか？基本的に障害者手帳をお持ちの方に関しては、障害福祉課に関してです。で、高齢福祉課で事業をするとしたら、この調査、アンケート調査終わってから制度設計になるので、会社としても6年度からになってしまうので、またその時はですね、どういうような制度があるかというのは、ちょっと5年度に計画作ってからになりますので、ちょっとそれ以降になってしまうかなと思います。ああ、保険連合が解散しての、そうです。はい、高齢福祉課の、ただ本当に、手帳持ちの方は障害福祉課の方で対応させていただきます。今でも、はい、
いいですか。はい、ありがとうございます。それとあの、自分が書いてるのはね、はい、自分が書いてるのはね、これからどうしてもね、役所もノーペーパーかとか年寄りはなかなかついていかない行かれへんので、買い物でも電子マネーとか、で広報を見ても全部 QR コードで、ね、若い人にはええんやけど、それはその言葉自体がわからない人も結構いてるんですよ。ほんで簡単なね、あ、どういうかな、手引きってこんなことになっちゃうんですよQR コードいたらどんなもんやと。ほんで以前ね、この裏か、これですか、うん、これ西川内君にね、頼んでねこういう公式ってのが第2の QR コードで、そういう簡単 QR コードって何やと、まあ、心ある方は分からん。ほんで ID 番号は言うたら何やと、だからそういう簡単なね、でも全部わかるように、ほんだここでね、まあ、ちょっと自分ちょっとそれはちょっとそれはたけてないけどもやね、謙虚ですね、でも老人会の時とかね、そういう時に説明するとか、ほんでこれからおあのオレオレ詐欺とか、で自分保護してるけど今オレオレ詐欺で受け子になった子をちょっと見てもらって、ね、で、あれやね、そういう事例もいろいろ聞いてんだけども、要はもう簡単なもん、ね、ID 番組でここで、バカにしなきゃうで、分かってる人な、ね、それと、QR コードって何やねん。ほんで、今、全部役所でも QR コードで取って、書類を送ってくださいとかね。なかなか時はついていけないから、そういう文言を作ってくれるか。ほんで、まあ、極端に言うたら、まあ、スマホの簡単、最低限のスマホ教室をね、ここへ来て、まあ、月に1回なり、これ、役所であるようではなかなか誰も出ていけん。で、ここで、ね、聞いてもだ、そこで面白くなったら、全部また、その、どういうかな、今の時代についていけるやと思うんやけどもやね、でそこでね、写真の撮り方とか、これは費用かかることやから、簡単にできへんけども、そういうのがあったらね、今までもね、社協でやってます、でね、そういうのは、ね、古いんやけども、まず入り口が分かってんから、入っていきようがないわけやね。行ったってやばいやろと、ほんでもう講師の人はもう全部が来るとは分かってるような感じで行くからね、まあ行っても一緒やわいうことになるんで、そういううまいこと言わないけど、そういうねもう作ってまだまだあれかいうのがね、そのお教室みたいな簡単なものね、俺もパソコン教室のやってるじゃないね、スマホのやつ教えてくれへんかいの結構あるけど、スマホ難しいからね、それで、ね、やったかなんから、一応そういうあれです。ありがとうございます。私の知る限り最もスマートフォンを使いこなしているのは堀内区長かなと自治会長の中では思います。はい、すごい最新のアプリを入れられて、最後に田中やった時はね、ここをうまくこの画面使ってアプリから写真写してやっておられたのを私も記憶をしております。実はですね、そういったお声が多くてですね、今国の方でデジタル庁っていうのは新しくできましたけれども、この言葉言うのも嫌なんですけど、今デジタルデバイド対策っていうね、この言葉自体が分かりづらいんですけど、デジタルデバイド対策って、ね、これ何かっていう話なんですけど、デジタル、まあ、そういう IT 機器をよく使える人と使えない人、デバイドっていうのは格差っていう意味なので、デジタルに慣れ親しんでる人、慣れ親しんでない人の格差を減らそうというのが国の大きな方針にも掲げられていて、
で今年今市場の安定でもですね、そういう IT 進める計画作ってるんですけど、そこにも大きな方針の一つにこの情報格差ですね、デジタルデバイド対策、もっといい言い方ないかと思うんですけど、まあまあ今仕方なくその言葉を使ってやってます。で昨年ぐらいからですね、実は市の方でですね、スマホ教室というのをちょっと1個の中でもあったので一気にたくさんはできてないんですけれども、去年も少しずつやらせていただいて、今年もまだ少し拡充させていただいていて、まあ、それが やってる活動は、例えば公民館とか、南風荘さんとか、田原市長とかっていう、まあ、限定的なんですけど、ちょっとずつ開催箇所を増やさせていただいてます。今、古市区長おっしゃっていただいたのは、こういう足を運びやすい、公民と、自治会館とかでできないかというお話いただきました。今、市としてもそのデジタルデバイド対策っていうのを進めたいと思っておりますので、せっかくお声いただきましたから、今各種公共施設で開催とはなってますけど、これがまあ今マイナンバーカードの受付各地域回らせていただこうとしているようにですね、地域ごとにできないかどうかをですね、まあ、来年度含めてですねちょっと考えさせてもらいたいなと。以前確か何かマイナンバーとか受付の時についでになんか西賀さんも来て、いろんな中そうですよね、そんな形やはりどこか遠くに行くってなるとなかなか足運びづらいので、地域の場所でできないかというのは課題の一つにさせてもらえたら。ただ今事業自体スマート教室は昨年から今年とずっと拡充していってるので、その中でですね開催場所についてまた検討させてもらいたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そのか全然話変わるけどねこの中でね、はい、地域とって清掃活動はなかなかね、できないんですよ。でもボランティアで、ボランティアからね、役所で、とか公園とかそういうのはね、ちょこちょこしてもらうわけで、年末のやつでもね、今あれ、そこの、水道局のとこ、上水道の溝、からずーっと、写真撮ってみて、そこ嘘かも撮ってんけど、そんな時間があったから、あったからね。ほんとはもとでもう、その、さあこれを、あれは上限水道のところで言わなあかんねんやけど、それはこっちから言いますけどね。他でも大体もう、なんだ、あれや、街が汚くなってるような気はしますね。それは自治会でやったらいいんやけども、今ちょっとね、やって土処理が出てくるのそこで問題が起こってね、コロナでもかかったり、インフルエンザにかかったら、うん、ここの公民館とかそんなの自分だってできるけども、そういうのを、ほんで今夏でもね、公園なんかは白輪さんいうか、建設の雄太ね、ちょっとしてくれてはんねんけども、冬はただそういう掃除の方をね、お願いできへんか、できへんかないかおかしいけども、街をもうちょっときれいにするのにね。ありがとうございます。本当に地域の、まあ、清掃等であったり、公園等もですね、基本的に主要な手者はさまざまに地域の皆さんであったり、各種団体の皆さんのご協力いただいて、清掃活動を行っていただいておりまして、本当に市としては感謝申し上げます。でなかなか自治会の皆さんも集まりづらいということがあろうかと思います。で市場の市の今先ほど冒頭少し申し上げましたけれども、やはりどうしてもですね、これまで、財政運営上ですね、なかなかこう毎年支出がかかるものですね、例えば草を刈るとか掃除をするとかっていうのは、まあ、毎年出てくるお金になるので、まあ、そこをどうしてもこう抑えるといいますか、なんとか財政健全化に向けてというので、まあ、なんとかですね、こう抑えた予算組っていうのをしてきたっていうの実情もございます。その意味では本当に市民の皆さんのご協力があってのお町の美化活動というふうに思っております。ただやはり今後まあ高齢化等も含めてですね、市が担っていく役割は大きいと思っておりまして、また市民の皆さんから言っていただいた後に、例えば道路の補修等とか、まあ、交差点草で民事づらいとか、これ後手になると万が一何かが起こったりした時にはやはり取り返しのつかないことになりますので、今市として目指していきたいと思っているのは、いわゆる事後対応ではなくて、まあ、予防保全ですね、事後対事前対応になんとかですね、さまざまな維持管理を、まあ、計画を立ててですね変えていけないかと
というのを今取り組んでおります。で、まあ、言っていただいたような清掃活動とか、まあ、草の管理とか木とか枝とかそんな全体を含めてですね、どういうふうにしていけば市民の皆さんに言っていただいて動くっていうふうなのはやはり全体としては効率はあまり良くありませんので、なるべく市として計画立てて常にまあ綺麗な行き届いた状態にしていくにはどういうふうにしていったらいいのか、またどういうふうに地域の皆さんと役割分担していったらいいのか、これを今ようやく財政健全化してきたので、ようやくそういう方向に舵が取れるようになってきましたから、まだ我々一度もですね、ちょっとその感覚にまだちょっと市民の皆さんに甘えてるところもありますので、なんとかこの予防保全型の支援運営と、そういう清掃面も含めてですね、変えていけたらなというふうに思うので、むしろこれもですね、こういうふうにしていったらいいんじゃないかと、こういうふうなところは支援になってもらえないかとか、いうところを引き続きご助言をいただければなというふうに思っています。ありがとうございます。あれ、小池さん、同議会では指名制なんですね。会長するやつおらんから困ってんねんと。喧嘩とか、俺はガチャリとダメだ。もういい。もうまだ元気ですわ。はい、いろんな方。いや、イビさんから。あそこに、郵便会の、同時会の会長だよね、あの小池さんはね。それをさっきだけ。本文題なんです。今ね、どこの地域もそういう話出てると思うんやけども、老人会、老人が増えてるけどもやね、老人会の役員の成り手がないと、それでもうどういうかな、解散するようなおかしいけども、ね、それとも最近は昔からね、それを、まあ、死でなんとかせるのは、これは無茶なんでしょうけども、もっとなんかね、そういうなんかええ方法ないかいうね、これも子ども会でも通用する話やね、だんだんもう見たなんかやったら子ども時代が少ないから訳しとったらええ ね順番回ってくるから子ども会に入れへんと、それは親の都合やけどやね、そんな気があれへんかな、ここもあれ全てもね、市務所稽古になっていくのすか、方法ないかな、いう、うん、あのこと覚えてる、多分何かあったらいい、なんか、とりあえず何もないですけど、見つけたらあるけど、家犬だよ、あるほんで、今ね、子ども会と、ね、学校教育の違いのなかなかでも、そうですね、分かってない。これ今もね、コロナの時代から今日も限りあったけども、学校と地域との今、どんどん疎遠になってきてるからやね、なかなか、どういうかな、これね、市長じゃないのちゃうで、学校、地域、家庭やけどやね、その三位一体でちゃんとなっていくんやけど、それがなかなか、まあ、コロナやから学校の生徒も大変やからあれやけども、そういうところは自分としたら遅い感じるわけ、まあ、どこで行っても自分がこのねあれしてるからか知らんけども、学校の校長さんとかね、今もどういうかな、生徒数も少ない、うん、昔やった小学校ようさんったら、どうそうぞ、僕ら死んだやってるやったら、僕は、100人以上は見てますわ。なので、もそれだな、校外報道の先生は今、僕らも誰がしてるのかも分かる。そこで、地域との接点がどんどんなくなってもらう。そういうのをちょっと教育委員会に、こっちから言ったらいいけど。ありがとうございます。とりわけそのコロナによってですね、もうほとんど地域の皆さんとかが学校行事に、私ももうこの 2,3 年運動会すら地域の皆さんと共に見てたのがですね、見れてもなくて、
学校にももう数年入ってない、毎年以降で施設の状況とか、まあ、校長先生との意見交換も含めて話してたのも私も話せてないっていうのがあって、だいぶこう地域と学校の距離が確かにね、参加も本当にできてなかったり縮小だったり一人だったりとか様々なってるんだろうというふうに思います。まあ、教育委員会の中でも感染のやはり拡大の防止という観点もあろうかと思いますけど、まあ、今回は少し8波とは言われてますが、まあ、少しそのコロナの落ち着きも見計らってですね、やはり地域の皆さんとの、共に地域で児童を生徒を育てていくという観点はこれは非常に重要かと思いますので、まあ、それは引き続きですね教育委員会と連携はしっかりと図っていきたいというふうには思っております。難しいところですねこの問題は、はい、で育成会さんのところでいきますと、まあ、どこの地域かというのは具体的に申し上げづらいんですけども、育成会単位だとやはりもうあまりにこの間も6年間で4回約回ってきたっていうのがあって、もうなかなか難しいというので、やはり隣接育成会で、まあ、一つの大きな育成会を作れないかっていうようなことをもう具体的に考えていく、まあ、自治会は別だけど育成会はもう合体していかないといけないんじゃないかって言ってるような地域も出てきておられて、まあ、今後そういうふうなもしかしたら方向性もあるんじゃないかなというふうには少し思っております。ありがとうございます。裏ばかり喋ったのか。あ、マイクをお待ちします。はい、今の話なんですけど、この前ね、新聞かテレビどっちかでね、言うてたと思うんですけど、PTA ありますよね、PTA をなんかその、まあ、事業って言うとおかしいけど、その会長さんをなくすというのかな、PTA っていうのは、まあ、もう親御さんが集まってやってたら、やっぱり少子化とかいろんなものがあって、でそれでそのもう去年やったら来年またせなあかんとかっていう、そのもう順分順分で回ってくる、でする人もほとんど一定の人になってしまう、でそういうのをその市の方から少しだけの補助で何かその PTA を改革させるというような、そういう考えはあるんでしょうか。ありがとうございます。で PTA 改革については今本当に全国で議論になってます。基本的には PTA なのでペアレントとティーチャー、まあ、保護者と先生との協議会ですから、基本的に PTA をどう運営するかっていうのはこれは実は非常に柔軟というか、別に絶対こうして運営しなきゃいけないというのはないんですね。なので今地域でかなり先進的な取り組みをやられたり、まあ、私としてはそのやり方どうかなと思うやり地域もあるんですけれども、さまざま改革されているというふうに聞きます。で PTA 活動についてはね、ですね、どういうふうにやはりその先生と保護者の中でどうされていきたいかっていうのがまず重要だと思いますね。私が知ってる他市の事例だと、もう PTA の活動自体をその民間事業者さんに委託をされて新聞みたいなのとか広報誌みたいなやつですね、もうそれこそ一つの組織として運営をされるっていうような、まあその代わりちょっと活動はしなくてもいいけれども、 PTA の会議は事業者に委託する分ちょっと高くはなるけど、まあ、みんなの労働時間は減らしていこう、まあ、それは全然できると思うんですよね。ただ今市としては PTA 側からこういうことをしていきたいっていうようなお声はまだ聞いてないので、我々としてはいや PTA としてもう運営が成り立たないから、なんかこういうふうなアシストがもらえないかとか、そういうふうなお声掛けがあったらですね、それは市としてもやっぱ考えていかざるを得ないのかなと。市長への意見箱っていう制度がありまして、年間300件か400件ぐらいお声いただくんですけど、やっぱこの PTA に関することとか育成会さんに関することってやっぱり多いんです。で両方さまざまなご意見がありまして、例えばお仕事されてる方やったらお仕事してる中で役割は担えないっていう声もあれば、専業主婦の方で専業主婦は暇と思われてめちゃ仕事が来るのが我慢ならんと、まあ、そういう事情もあるんだと思います。暇じゃないのにと、まあ、もちろんそうだと思います。本当にそれぞれの立場の方でそれぞれの課題があるというふうに受け取っているので、ぜひここはですね PTA の皆さんにもですね、そういうような議論を
我々もいただけたらですね、考えていきたいとは思っております。ただやはりこの南、例えば南小学校と市場なんて小学校でも、まあ、規模が差がやはり2倍3倍と児童生徒数があるので、まあ、市で一つの制度を一律に適用するというのはもしかしたらまだちょっと難しい時期なのかなというふうには考えております。あのですね、PTA の会長の、月1回なんか会合があるんですよね。そこら辺で市長の方も一点参加して、どんなそのこういう感じでっていうのを発言とかっていうのはできるんでしょうかね。ありがとうございます。おそらく CP PTA さんの長の集まりのことを、はい、PTA の会長と母代ですねの方が参加される方、はい、会議だと思います。コロナ前はですね、私も毎年会長その CP の皆さんとお話しする機会が毎年あったんですけど、この2年できていない。まさにはそれこそこの教育行政と差ができてきてるっていう、まさに典型例かなと思っておりまして、今後まあそれはもちろんコロナの縮小に伴って復活してくると思います。でおそらく 2,3 年空いてるので、今おっしゃっていただいたのが PTA さんからもらうこともあると思いますし、また協議の場があるので、そういうことはまあ積極的に話していけたらと思います。ありがとうございます。それとね、もう僕個人の考えなんですけど、市場のあての小学校で校庭開放とかとはやってるんですか。で基本的に、6個小学校が今あります。で各平日の放課後なんですけれども、基本的にはもう多くの小学校において8割ぐらいはですね、もうソフトボールとか野球で基本的には使われていて、残りいわゆる触れ合い教室っていうものに使われているので、自由な校庭開放というのは行ってはいません。これ数年、もうちょっと前ですかね、少し前に、まあ、議論になりまして、校庭でお子さんが校庭開放して遊んでた時に野球とかをしたボールが当たった場合に、こう裁判沙汰になって教員の方に責任があるっていう判決が出てしまって以降、その相当学校側は校庭開放に対して慎重になって、要は相当見守りの人を配置しないと何かあったら学校が訴えられるということになるので、なかなかその野球とかソフトボールが行われているところで校庭開放というのができてないと。なので今市の考えはなるべくですね、さまざま広々と遊んでいただけるような公園をですね、市場なんて地域に整備していけないかと。具体的に申し上げますと、市場なんてだいたいなんかこんな形してるんですけど、163があって、外館があって、JR があって、ここに山がボカンとあって、でこれが田原のエリアで、これが JR とか今我々のいる西部地域。実はですね、この市場の当て市全体で見たときに、人口あたりの公園の量、公園の面積、これはですね、北川地でも実は最高に水準にあるんです。ただこのエリア、山から西を見た時の人口あたりの公園面積は北川地で最低水準、要はないっていうことです。公園がこれは結構問題だと私は思ってまして、今、市の公共施設再編というのに取り組んでるんですが、なるべく小学校区ごとに広々、高齢者の方も子どもたちも、まあ、自由に遊べるような公園を整備していきたいという思いで、今第1弾が南小の南側楠の木園跡地、あそこを地域の方ワークショップしていただいて、今設計書いてるので来年度工事して、その後に、まあ、6年度オープンできるかな、ああいう規模以上の公園を各小学校区ごとに整備していくことで、まあ、ボール校庭開放ができてない分の代わりに変えていくというのが今市の方針です。ありがとうございます。マイク持ってきます。そこの公園はボール遊びは OK ですか。地域の皆さんとワークショップというのをやらせていただきました。で当然その真横に住んでる住民の方も
まあ、ワークショップに参加をさせていただいて、で当然ながらやはり真横に住んでる方からするとあまり何でも飛んでくるっていうのはまあ非常に嫌というので、今南道がまああって、こう南小学校があって本当に真南にこう空いてるんですけど、でここにこう住宅がね、で今公園の形をこう真ん中をこう広場みたいにして周りをこう木とか散策できる道にしたら、地域この周りの家の方もここで遊ぶ分にはここに木が生えてるんで飛んできづらいだろうというので、こういうふうな設計にすることで子どもたちがそのボールとかで遊べる公園になるんじゃないかっていう今設計をしているので、基本的にはそのボール遊びもできるような公園という設計をさせていただいてます。ただやっぱりとはいえ限度を超えてその自由に何でも投げていいかっていうことではないんですけど、この中でこう遊べる空間っていう設計に今なっております。はい、ありがとうございます。相当やはりこれもうね、やっぱりのびのび保護者の方も来ていただいてて、やっぱりねここに住んでる人からするとやっぱり本当に生活に関わる問題なんで、なんとかこうお互いが納得できる公園はこういう形じゃないかということで結論としては出ております。ありがとうございます。その他いかがでしょうか、まあ、どんな内容でもどんな分野でも聞いていただければと思いますが、斉藤さん何もないモリさん、私は四条団体の神社の、ね、ボランティアやってますので、あっちの方から考えましてですね、はい、森本さんがよく提唱されてますね、トイレはなくて、あの辺だけ、まあ、先ほどのお話で財政の金大きいんで、ちょっとあまり発言したくないなと思っているところですが、市長として今後どういうふうに考えておられるか、その辺についてありがとうございます。この神社のトイレの問題っていうのはですね、神社のトイレ利用されたことがある方であれば、トイレがどういう状況かというのはよくご存知だと思います。一番難しいのはまず神社自体が、トイレ自体が神社さんの持ち物であるというのが一番難しい点の一つです。でその次に難しいのがですね、当然トイレは下水道に接続しないといけないんですが、あそこが下水道届いてないというのがあるので、整備しようとするとその下水を引くところからやるとなると、これは1000万以上の工事になるというのもあってですね、じゃあ場所を変えていったらいいんじゃないかっていうことなんですけれども、神社に上がる参道付近っていうのはご存じ通り住宅地域で、都市計画っていう、ややこしい話で申し訳ないです。いろいろ市ってそのどこに何を建ててもいいというわけじゃなくて、町づくりをするときにこのエリアは例えば住宅ばっかりとか、このエリアには商業地を建てていいって、もう町を作るときに最初に区分けしてるんですね。じゃないとその住宅環境地にいきなりパチンコ屋さんとかできたら困ってしまうので、町づくりをする最初にエリアを積み分けてます。で参道の地域というのは、基本的には低めの住居が専門に集まる地域と定めているので、例えばトイレだけをボンと建設するっていうのは基本的にはルール上認められてないっていう、そういう法律上の課題とかもあるんですね。で今我々が考えているのは、とはいえ、多くの皆さんのお声もありますから、少し検討しているのは、駅からですね、こう参道駅ずっとちょっと北上してマクドナルドのとこ回ってずっと参道ですけれども、で神社までの間でなんとかね、参拝客はこう通っていくでしょうから、そこの神社のすぐ麓だとそういう法律とか下水道の問題とか問題になるんで、なんとかこの間の間にですね、一定のトイレが整備できたら、そこを利用、法律とか課題が解決できるところに整備できたら、その参拝客にも利用していただけるんじゃないか、あと普通に市民の方にも利用していただけるんじゃないかというところでですね、今検討をしているという、そんな状況でございます。ありがとうございます。そのほかいかがですか。恥ずかしないで。聞くの恥ずかしないで。
かも。この人にばっかり言うことは。この前ね、あの育成会の、これはもう育成会いう言葉を使いたくないの。今も育成会なんて子供会だからね、地域の。ね。この前の、もうあの今まあイベントは少ないでしょ。うん、あの地域にしても。うん、そこに、まあ、最初の問題に戻ってくるんだけども、うん、活気があるね。うん、本当も仕入れなんかね、どん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 今イベントはまあまあこういう時代やからしゃあないけども、あの市民の届けとか、あれは市民検証のあれやから、ああいうなんかをね、こう今の時代はできないでしょ、コロナやから。それ済んだら、あれ、でこの前、ね、あのこれ地域のあれやけど、松尾さんの中心になってね、あ子供会でハロウィンした時にね、もちろん活気があったと思う、うん、ね。そういうのが、あの今日来てないから、いつか会場来てないけどね、でこの前ちょっとそういう話を、あのしてました。ほんで、市としてね、そういうなんかの大きいイベントみたいなものを今後か考えることがあるのか、どうかいうね。ありがとうございます。あの、まあ、冒頭ですね、行財政改革含めたさまざまなあのこれまでの二十数年の道のりをお伝えさせていただいたんですけれども、市の担う業務といいますのがもう年々拡充拡大してきているというのが現状です。あの例えば国民健康保険とか一つとっても、まあ、あれ田中角栄さんの時ですけれども、まあ、介護保険なんていうのも20年ぐらい前の制度ですけれども、本当に年々ですね、市役所が担う業務、地域包括支援とか本当にどん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 拡充をしてきていっていると、そういう状況ですが、日本全体が人口減ってるので市職員は全然増えてなくて、業務はどんどん守備範囲を拡充していく、こういう状況なんですね。でそういう状況の中、まあ、賛否両論はもちろんあるとは思うんですけど、私の考えとしては、これまで確かに市がさまざま力を入れて大きなイベントとかたくさんやってきたんですけれども、やはりなかなか通常の業務であったり福祉業務が拡充していく中、イベントも市職員がたくさん担っていくっていうのは、これは私は正直難しいというふうに考えておってですね、なるべく、まあ、そういうイベントとかはやはり例えば市場の手市にはその商工会さんとかJC さんですねとか、さまざまいろんな団体さんあるので、まあ、そういった団体さんの主体性に任せてイベントの実施っていうのはお願いできないかと。ただしですね、市としては今回あの入れさせていただいてるんですけれども、あの公募型の補助金というので、今回制度改正もして1回目だと8割補助とかつくようなの、金銭的な支援、これはどんな団体さんでもあの申請で、これ自治会さんでもどんな団体さんでも応募いただけるんですけれども、やはりそういう面では、あるいはですね、協力事業という形で広報であったりとか、市ができる協力の部分はあの積極的にやらせていただくんですけれども、そのイベントの事業実施運営自体はなるべく団体さんの方でになっていただいて、にぎやかなイベントを開催していただきたい。ただ市としてはその福祉であったり我々しか担えない業務というところに、まあ、専念していきたいという考えで、ま、私としては思っておりまして、これはもう賛否両論あるなというふうに分かっておるんですけれども、やはりあの我々もなかなかあのいたずら職員の数というのは増やせない状況の中で、こう市としての真に傾注すべき業務に傾注していきながら、地域の皆さんには市の協力制度とかこういう公募型補助金というのを活用いただいて、市のにぎわいというのに、まあ、共に役割分担の中でしていきたいなというふうに考えているのが今の私たちの現状でございます。なかなかあの前向きな答えじゃなくて申し訳ないなと思うんですけれども、ということです。マイクをお渡しいたします。あの実はね、確か市長さんの方から聞いたのかな、あの自治会加入率は市場になっている市はまだちょっと他の市よりもちょっと高い方だということをね、お聞きしたんですけども、やっぱし今市にあの新しくね、あの転居される方は月に5世帯かそこらぐらいの、なんかそんな感じだったと思うんですけども、
それで、まあ、各自治体の、自治会の方もね、やっぱりそういう会員さんのね、減少に悩んでおられると思うんです。で、うちの法律会長の方は、まあ、一応自治会に入っておれば、お得感を出そうということで、まあ、一応そのもとで、まあ、なるべく皆さんに歓迎しようということでね、まあ、いろいろやってきてたんですけど、まあ、コロナ禍のあれで。それで、まあ、もしあれでしたら、市民課の方でね、点検受付の時に、まあ、自治会の方からね、こういう催しもやります、ここをやりますというのでね、そういうのを、持って集めとって、で例えば三田に来られるじゃあ、三田はこういうことをやってますよとかね、そういうのを一言でも言ってもらえれば、まあ、あ、自治会の方にもね、まあ、ちょっと顔出そうかというような感じのね、そういうあれで、まあ、結局みんなで各自治会が潤ってくれればいいんじゃないかなと思ってるんですけども。なるほど、なるほど。ご意見ありがとうございます。今の市民課で対応させていただいているのは、確かに自治会にはぜひ加入してほしいですっていう案内紙は出してるんですけれども、個別のその転入されること地域の案内は確かに出せていないのかなというふうには思っております。で、今回この対話会、この似た地域で17地域目なんですけれども、やはりこの自治会の加入率のお話というのは、やはりいろんな地域からいただいております。で、やはり地域ごとにさまざま、他の地域やと、まあ、三田さんだといろんな工夫もされていると私も承知しているので、他の地域でもなんか防災グッズ配られたりとか、なんとかこう加入することへのこうメリットを感じていただけるような取り組みっていうのは、自治会さんごと工夫されてやっておられるのかな。で、まあ、市としてはそういう自治会には加入してほしいというようなお話も伝えさせていただいている中でですね、地域ごとのその特性というのは、確かに我々もまだ発想としては至れたことがなかったので、すごく興味深い提案だなというふうに思っております。ただ、まあ、すごく地域数ありますので、まあ、田原台それぞれ別々に含めると多分30以上ありますから、多分市民課も相当種類をどうの渡すかという議論とかもあると思うんですけど、まあ、どういうふうな形でですね、まあ、確かに転入の場所で地域分かるわけですから、なんかその地域ごとの色合いっていうのがね、入っていただくときに出せるのかどうか、あとはそのそういうのがある地域とない地域が出てきた時の差があんまり目立ってしまうと、ちょっとまたいろんなご意見もあるかもしれない。そういうのも含めてですね、今回相当その自治会運営に関するご意見たくさんいただいておりますので、今日は地域振興課の職員2人も来ておりますけれども、多分今このやり取りを聞いてですね、彼らの今頭脳がすごく働いてるんじゃないかと思います。ちょっとこれは検討課題にさせてください。ありがとうございます。他ないですか？まあ、これ個人情報の問題なんだけどね、はい、これも育成会の、まあ、子ども会とか言うてあったんやけども、どういうかな、新1年生ね、はい、新1年生がね、なんかその時に今個人情報ではね、名前も何も出せないと。ね、ほんとその探しに行くのも大変やと、前もこんなこと話しちゃったんですよ。全部小学校上がる子誰かいてないかと、その近所にいて、それも元に熱心やねんね、うん、ほんで新しい1年生入るから、こうこうこう、まずそれも育成会に入ってないいうお願いに行くわけですよね、うん、ほんでその時に市に聞いたら個人情報で言われへんと、だからそこで聞いてもらうわけですね。一生懸命やってるけど、でこっちもな、個人情報で DV なんかを受けてる子おったら、ね、でさ、表札化がないとこ行くなと、うん、聞いても。そら、そこらのね、ほんで、あれ、どういうかな、上がったら分かるんですよ。その、学校行くのにね。全部一緒に連れていかなあかんから、うん、それまでに分かる方法はないかと、ね、それはもう個人的にこんな個人情報を言うでもね、俺らはじゃじゃ漏れなんですよねはっきり言うて、全て
住所言うたらね、どっか行くんやったら、ナビポンと入れたらね、自分は言うてないと思われても、そこ行くんやからね、個人情報を、するなとは言うてないけどね、信用できる人ぐらいには言うてやね、そうやないと、前に進めないんですよ。学校行ったらね、あそこも行ってるからって行けるけど、班作るときでもやね、で作れないわけですからね。わからないから。そこらはね、もう一つなんか、ね、これはまず難しい話ですね。そこらをなんか、抜け道を食べるか、それで言うたら、こう、ね、バラしたら今度何かあったときに教育委員会がその親から怒られる。重々分かってんだけど、もう、その、子供会の、ね、やる気をさ、飛ばすようなものにもなるからね、そこらは遅い、難しい。で、こっちがね、いや、あそこは DV 受けてるかわかんない、そういう情報ある程度、分かるからね、それはするけども、子供会にはそういう悩みがあるということです。そうですね、これは多分以前にもお聞かせいただいた内容かなと思っています。で、私がまだ小学生の頃も電話番号とか住所とか名前とかはもう全員が持ってるといいますか、僕の小学生ぐらいまで、そこから先は多分なくなった連絡簿みたいなとか、普通にみんなのね、ご家庭の番号なんか当たり前のようにありましたが、ない、今はもうなくなってます。で、やはりこれはですね、確かに今前向きなお答えできたらいいんですけど、相当に繊細な問題でございまして、基本的に行政が知り得てる情報をその第三者に教えるというのはもうほぼ不可能というふうになっておりまして、できるのはその本人の同意があった時のみというふうになっております。で、一番今のお話の中でいくと、確か育成会さんがやはり難しいってなると、もう知りうるとしたら学校の先生とその保護者間ってなると、先ほどの PTA になると思うんですけれども、やはりその統合班を作らなければならないとか、そういうふうな理由を持って保護者の方に学校の先生とやり取りしていただく分にはできるんですけれども、市がその情報を地域に渡すというのも、これはもう正直今私が思いつく限りで方法はなくてですね、決して、ね、育成会さんのやる気をそぎたいとかそういうことではないんですけれども、ちょっと難しい点で、はい、ご理解いただきたいと思いますし、今後もこの個人情報の点は厳しくなれど緩やかになることはないかなというふうには思っておりまして、なんとかその学校と保護者間の協議の中で情報共有を図っていただけるものたいものかなというふうに思ってます。すいません、歯切れが悪い。そこで言うのよ、ね、地域とね、学校が仲良くて、そうですね、今コロナやからしゃあないけど、うん、分かる。いや、見たら質問してるの分かってます。すいません、ありがとうございます。その、時間過ぎましたけど、これは言えてないんだとか、これが本当は聞きたかったのにとかっていうのが、もしあればいただければと思うんですけれども。はい。はい、すみません、個人的なんですけど、子供が駅で、お母さんに荷物を持ってと言われたらしくて、で、一人の子は荷物を持って、で、一人の子はこう手を刺されて、階段を上ったと。エレベーターはあるんですよね、市場の駅の。市場の、大東の市場の駅の方は、はい、エレベーターとエスカレーター両方あるわ。エスカレーター。外側からは駅に入るやつ、あ、それはないですね。はい、そこで助けてほしいと言われたと。で、助けないわけにはいかないので、助けたらしいんですけど、つけてほしいなって、なんか回るのがめんどくさかったのか、おばあさんは、あ、エレベーターではなくエスカレーター、あ、なるほど、欲しいな、中に入る、中はありますけど、多分外の話ですよね、外の階段で、なるほど、エレベーター
ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。エレベーターがすでにあるところにエスカレーターの設置予防って私今初めて聞いたので、なるほど、そういう意見もあるんだなという。私も言ったんですけど、エレベーターあるよって言ったら、でもお母さんはなんか助けてほしいって、荷物を持ってくれ、一人は荷物を持って、一人はこう手を支えて階段を上るのって言われたんで、そこにあればよかったかなって。ありがとうございます。あの基本的に、まあ、駅なので、JR さんの、あの持ち物なので、まあ、やっていただくには JR さんにやっていただけなければならないんですが、今あの JR さんすごく厳しくてですね、あのご存知と思うんですけど、あの忍ヶ丘も人立ってない時間が、もうやはり JR さんもお金苦しいみたいでして、どん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 その我々もあの忍ヶ丘ってあの屋根中途半端なところで終わってるんですけど、駅先頭とか後ろのあれも伸ばしてほしいとかってもうずっと言ってるんですけど、なかなかまあ、聞いてもらえないような状況とか、またトイレとかですね。でちょっともちろんね、あの今ご意見いただいたので、ちょっと初めてのご意見なもんですから、ちょっと、ま、内部で検討はするんですけれども、年に1回市から JR にいろんな要望をするんですね。これまで一番多かったのは快速、いや区間快速の便数を増やしてほしいというのが市として最大のやっぱり強いお願いで、これはだいぶ改善されてきて、区間快速多いなって最近感じてます。でやっぱりトイレのこととか、まあ、屋根のこととか、あのバリアフリーのこととか、まあ、たくさんありまして、あの JR さんもあまり一気にたくさん要望するとで、どれからやねんっていうふうに言われてしまうので、ちょっと市の中で優先順位は決めさせていただきたいんですけれども、もしかしたらすでにエレベーターがある中でエスカレーターもっていうのは要望の中では少し優先順位としては下がってしまうかもしれないんですけれども、まあ、いただいたご意見としては受け止めたいなと思います。ありがとうございます。さあ、ほなもう時間も、はい、木前さんで、はい、聞きたい、よろし、大丈夫そうですかね。あの改めましてですね、あの平日夜の大変出づらい時間帯にもかかりませず、多くの皆様にご参加をいただきまして、誠にありがとうございました。引き続きですね、あのこうした対話会を通じて市政運営に反映させてまいりたいと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いを申し上げます。本当にありがとうございました。